そんなある日の放課後、教室で一人勉強する彼を見て私は話しかけた。私には小さい頃からの幼馴染がいる。中学生になった今、会話は減ったものの、一応クラスメイトだ。幼い頃からどんくさい彼を知っているので予想はしていたが、彼は中学校生活にあまり馴染めていないようだった。勉強ができないので先生によく怒られてたし、サッカー部に所属していたが運動はできる方ではなく、背も低いからいじめの対象となっていた。そんなある日、放課後教室で一人勉強する彼を見て私は話しかけた。勉強？偉いね。うん、部活行く前にちょっとだけね。彼は笑顔でそう答えた。その笑顔を見て、私は彼に対して思っていたことを口に出してしまった。どうしてそんな風に笑ってられるの？毎日辛い目に遭ってるんじゃない？無理する必要ないじゃん。昔おばあちゃんが言ってたんだけどね、幸せになるには苦労がつきものなんだってさ。自分が諦めない限り必ず報われる。それまでの苦労が大きければ大きいほど大きな幸せを手に入れることができるんだって。今はきっと大きな幸せのために苦労をする時期なんだよ。彼はまたしても笑顔でそう答えた。やがて彼の努力は実を結ぶようになり、決して弱音を吐かず努力を続けた彼は勉強でも運動でも気がつけば一番になっていた。そして3年生になったある日のこと、私は彼に告白された。君が好きだ、付き合ってください。返事は言うまでもない。気がつけば私より大きくなっていて、私の知っていた彼とは全く違っていた。これからも彼は歩みを止めないだろう。そんな彼の辛い時弱音も言ってもらえる存在になりたい。これから彼を支えていきたいと、そう思うようになった。動画はここまで。今日の動画はどうでしたか？フクロウフィルムが気に入ったらチャンネル登録をしよう。動画が満足、面白かったと思ったら高評価ボタンも押してください。次の動画も見てくださいね。